にちは。こんばんは。こんにちは。元気ですか？めっちゃ暑いね。名古屋だけかな、わかんないけど、めちゃくちゃ暑いです。こんにちは。今日は告知しただけあって、みんな出だしがいいですね。早い、集合が。暑いよね。もうなんか6月なのに夏みたいに暑い。元気です。関東も暑いです。だって、ね、めっちゃ茶色いよね。抜けちゃったもん。もう抜けました。髪の毛の色めっちゃすぐ入るのにすぐ抜けちゃうんだよね。抜けちゃった。ちゃんとあれですよ、水分補給してくださいね。水分取りながら見てください。私も飲みながら、今日ちゃんと飲み物持ってきた。こんばんは。まだみんなあれかな、今ちょうど来てるとこかな。水置いてある？ちゃんと見てる？エアコンね、もうそうだよね。でもまだうちはつけてないです、エアコン。まだ、まあ扇風機、暑かったら扇風機かな、そんな感じ。まだエアコンは、エアコンつけてない。でも結構暑くてさ、半袖とかもう着てるんですけど、全然。でも室内とか結構、電車とかめっちゃ寒くない？冷房ついてて、だからそれだけちょっと困ってる。そうなんだよね、夜は全然、夜とか朝方は全然涼しいよね。ね、こんばんは。まだエアコンつけてない。日焼けね、私も日焼け止め塗ってます。こんばんは。これはですね、私の好きな飲み物ランキング1位2位ぐらいのコメダのミックスジュースです。今日は近くにコメダがあったのでテイクアウトした。本当にこれ一番好きなの、コメダのミックスです。みんな飲んでみて。いや1位かな、これがナンバーワンぐらい、好きな飲み物ナンバーワン。本当に美味しい、コメダのミックスジュース大好き。これが1位で、まあ、2位は何だろう、スタバのホワイトモカ、甘いのばっか、甘いのばっかり。3位はちょっと分かんない。3位は天然水。テイクアウトできますよ。できないのもあるけど、できるのもある。これめっちゃ好き、飲んでみて。お店で飲むとなんか、なんていうの、入れ物が可愛いけど、これはテイクアウト。そう、南アルプスの天然水が一番好き。これがめちゃくちゃ好きです。シロナワールのテイクアウトしたことないから分からん。
コメダ、あ、クリームソーダね。クリームソーダ、昔はクリームソーダ飲んでたけど、もうミックスジュースのお店に気づいてからずっとミックスジュース。甘い、甘いです、めちゃくちゃ甘い。コメダはなんかサンドイッチとかめちゃくちゃでかいのよ。1個がめちゃくちゃ大きくて、だからあんま食べないんだけど。何食べるかな、お腹空いてる時はなんかビーフシチューがめちゃくちゃ美味しいです。ちょっと高いけどね。あんま食べないサンドイッチ系は。ビーフシチュー、お腹空いてる時はビーフシチュー。ビーフシチューなんかパンがついてくる。え、そう、全然軽食じゃないよねサンドイッチめっちゃ量多いよね。美味しいから食べてみて。ピザトーストめっちゃでかいよね。常連っていうか、常連じゃないです全然。でもコメダは昔からよく行く。ん、ももちゃん、どこ、ももちゃん、ももちゃん、ももちゃん元気。すごいね、みんなさ、すごい早いよね見つけんの。ももちゃんどこ、コメントしてた、ほんと。ももちゃん、あ、かわいい。ももちゃんにさ、生誕 T シャツあげるね。今取ってある1個、開けずに。マキコさんもいるの？マキコさん、マキコさん元気ですか？マキコさんと回転寿司に行って、あのインスタライブ、インスタライブも一緒にしましょうね。すごいよね、みんなよく見つけるよね。本当だ、マキコさんいた。ももちゃんどれだろう。マキコさんと言ったらコメダ。でもマキコさんとコメダ行ったことある、私行ってました。多分ちょうどマキコさんがあの K2 公演に出てくれるってなった時に、あの一緒にコメダ行きました、練習の前に回転寿司は私がめちゃくちゃ大好きで、いつも行ってくれてた、よく。え、じゃあコメント出ないと気づかない、全然。みんなすごい。キッスマウンテンはお仕事でしか行ったことないです。あのなんだっけ、抹茶メロンかな、なんだっけ、2列目にいるよマイコさん見つけた、2列目にいた、このニキちゃん。私も持ってるこれ。てか多い、ニキちゃんアイコン。マイコさん初見だって。ありがとうございます、優しい、見てくれて。やりましょうね、インスタライブ。いつでも、いつでも暇なので、いつでも呼んでください。初見らしい、知らんけどって言って。ああ、変なと、変なとこ来ちゃった初見、初見って書いてある。なんか昨日マキコさんがインスタのなんだっけ、あれ、質問コーナーみたいなやつで一緒にコラボ配信してほしい人みたいなのをやってて、で私なんかいつもインスタ開くとマキコさん の投稿なんだけど、なぜかね、たまたまあのタイミングなのか分かんないんだけど、でなんか2分後ぐらいに見ちゃって、そのストーリーをね。え、だから私あの自分で「はい」って言おうか迷ったんだけど、ちょっと恥ずかしいからやめたの。恥ずかしいからやめたんだけど、そしたらなんかコメントで結構多かったらしくて嬉しいです、見たいって言ってくれてる人が。
だから嬉しい。ももちゃんが星投げてるって可愛い。だからいつかしましょうね。え、そう、恥ずかしい。まひこさんのさインスタライブとか一緒にさパッて開いちゃうとさ、なんかすぐ入っちゃうから、すぐあのなんていうの、誰々が来ましたって表示されちゃうのが恥ずかしいです。嫌です。キャッチフレーズ付きで自己紹介してくださいって、嫌だ。キャッチフレーズとかいつからやってないんだろう。この前あの SKE のおうちラジオ、おうちラジオでもなんかなんだっけ、自己紹介してくださいみたいなコーナーがあって、なんか公式プロフィール見ながらおしゃべりしてたんですけど、キャッチフレーズそういえばいつからやってないんだろうって思った。今日も言う何だって言いません。初見なのに無茶ぶり。あ、みんなが言ってくれた釘付けって優しい。いいよ、だってすごい初見圧がすごい。初見の先輩からの圧がすごい。優しい、見てくれて。何してるんですか。通報されそうだからこの辺にしとこう。だって通報しないですよ、みんな優しいから。みんなの妹はもうみんなの妹じゃないから、もうできません。ほうじ茶飲んでるよ、だってかわいい。ほうじ茶か。明日レッツステイホーム、あーなんか見たいですね。あのツイッターに上がってて知った。なんか事前に聞かされないから、私も結構動画撮ったの前の方なんだけど、じゃあ前もなみんなの妹って言ってる。そう、なんか明日だっけ、忘れちゃった。ちょっとまひこさんのコメント見て動揺した。明日だって。なので見てください、ぜひ。言えないですよ、そんな可愛い9期生の前で言えない。年下の前で。そうだから見てください、明日らしいんですけど。結構まだみんなのやつがね更新される前に撮ったから、ちょっとなんか違うかも。みんなが思ってるステイホーム動画と違うかも。見てください。明日らしい。そう、なんか思ってるのと違うかも。私もあれこれ違ったかもって思った。まあいいか。うん、楽しみにしててください明日。早くしたいです。ミックスジュース飲みたいです。え、ぜひあの行く機会あったら飲んでください。米田のミックスジュース。そう、可愛いビューのやつ。そう、大富豪次いつやろうかな。
たメールで、メールでいつもお知らせしてるのでメールでしますね。あ、見つけた、これか、ももちゃん、メイケ、ファンの人にパシメドで落ち着いて落ち着いてください。最近モバメが届かない。嘘、本当？ときめきゲットしてください、ぜひ。ファッション多いよね、今みんな頑張ってる。見つけた、ももちゃん。15分の経過、ね、この前チェリさんのショールームを見てて、なんか星が溜まってたから投げたんですよ。でなんかレインボースターあるじゃん、レインボースターをなんか4個ぐらい、それも溜まってたからポン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 ってやったら、あの4位になっちゃって、マジで焦った、しまった、やってしまったと思って、やらかしました。わ、嬉しいですって、かわいいももちゃん。え、そう、壇上乗っちゃって、え、やばい、やばーと思って、こっそり見てたのにバレた。レインボースター何溜まったんだろう。間違った、しれ、なんか誰も気づかれないように見てたのに、すぐバレた。でもさ、すぐファンの人見つけてくるから、見つけてくるとか言って、いつもみんないるよって、インスタライブとかでもすぐなんか報告される。え、そう、知らない間にさ増えてるよね、リンボスター。お詫びで配布されてた。うん、そうなんだ。でもすごい、やっぱね、こうやって配信してると全然ね気づけないんですよ。コメントをくれたらわかるんだけど、こうやっているだけだと全然ねわかんないんですよ。そうだから私的にはこうやって、まあ、しれっとね見てる人がいるかわかんないけど、誰々が来てたよって言ってくれるのはありがたいけど、さっきももちゃんいるよとか、まきこさんもいるよって、ずっとはね見てなかったです。ずっとは見てなかったんだけど、ちょこちょこ見てた。気づいたら寝てたんですよね、寝落ちしてた、多分見ながら。いつもより早い、確かにいつもの6時とか7時とかにもいるもんね。レインボースターもう投げちゃったからないんだよ、今ないのよ。あかねちゃんが話しかけてたのに反応ないくて寝たんじゃないって言われてた。そう、でもファンの人が教えてくれたとか、なんか縄跳び怪我しなかったみたいな言ってたよって教えてくれたけど寝てました。寝てた、寝てたってなんか LINE した気がする。暑いよね、めっちゃ暑いよね。イベントにためた、あ、なるほどね、ショールームのイベント用にね、レインボースター。私もあのルカのイベントみんなで応援してた時にめちゃくちゃ投げた気がする、溜まってたレインボースター。アンケート答えたりとかして、縄跳びちょっともう暑いよね、外でやるの。夕方はちょっと涼しいかもしれないけど、日がなくなって暑いですね。もうよかった、ちょっと終わって、もう期間が暑くなる前に終わってよかったです。縄跳び
なんか他のチームのさ子たち の, あの告知動画みたいのが上がってて見ました、ツイッターに。私たちのやつはまだっぽい、楽しみにしててください。なになになに、怖い怖い怖い、なに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 、これなに、どういう機能、なにこれ、終わった、なに、え、なに今の、なに、新しいギフトなんだ、え、びっくりした、ちょっと言ってよめっちゃびっくりした、なに、新しいギフトなんだ、え、ありがとう、ちょっとびっくりした、めちゃくちゃ急になんか変なボタン触ったかと思ってびっくりした、あ、私の声にびっくりした、ごめんねそんなのもあるんだ、知らなかった、なるほど、動くギフト、そんなのあるんだ、お知らせ見てない、見てなかった、びっくりしたよ、ありがとう、ありがとうございます、超びっくりした、ミラボールギフトですね、え、どんどんさ新しい新しいギフトが、この前もカエルのなんかタワーが立ってびっくりしました、カラオケ盛り上げようってギフトなんだ、カラオケしてないけどありがとうカラオケ配信じゃなかったけどありがとう、ミラーボール投げてくれて、ね、私の声にびっくりしたって、みんな、また今度ね、カラオケやるね、イヤホンが今ないのよ、今日透明感がすごすぎて若干透けてる、そんなわけ、そんなわけ、透けてないよ、何飲んでんの、ミックスジュース、コメダのミックスジュース、これが一番おいしい、始めた時に言ったけど私の好きな飲み物ランキング第1位、第1位のあのコメダのミックスジュースです、飲んでみてほんとおいしいから、あのテイクアウトもできるんですよ、ぜひ、なんかできないメニューもあるんだけど、そうなの、日焼け対策は日焼け止め塗るぐらいですね、全然何もしてないです、あと扇風機当たってる、風で揺れてるよね、タピオカ飲んでないな、だいぶ、そう、第1位、あやちゃん来た、嘘、あやちゃん元気、あやちゃんと最後になったのいつだろう、なんか一回ラジオのとこでさすれ違ったよね、でもそれぶりかな、いつだろう、あれ4月ぐらい、元気、 SNS ぐらいでしかねみんなのこと見れてないんだけど、嘘、合ってない、全然合ってない、優しい、めっちゃメンバー来てくれる、優しい、あやちゃん、リップの発色いいですか、全然塗ってない、てか多分これ飲んでるからすぐ落ちちゃった、
今日暑いね。黒の服は暑くない？暑くない？お家の中だから暑くない？半袖？七分袖？なんていうの？長袖じゃないから平気。じゃあ舞子さんはね、どっか行っちゃったもん。さっきまでいたんですけど。ももちゃん、としめにいるよって。下は長ズボンじゃないです。長ズボンは暑いから嫌い。いるよだって。ごめんなさい。いた。え、まきこさん、もういなくなったかと思った。6時から配信するんだって。じゃあ私も後でまきこさんの配信見に行きますね。全然いた、ごめんなさい。もうあの、もうどっか行っちゃったかと思った。ずっと見てるよだって。まきこさん、でも私もなんか YouTube とかで人がほんとただ喋ってるだけの動画とかを流しながらなんか部屋片付けたりとかしても、人が喋ってる声ってなんかいいよね。初見なの、初見らしい。初めて見てくれた。これどうする、私もまきこさんのさところでさコメントしたら初見って言ったらどうしよう。まきこさんの話見たことあったかな。いや見たことあると思う。あやが星投げてるって。星投げてるの。初見ってたら恥ずかしい、さすがに。壇上もう上がれないよ。取っていけばよかった。星、星も全然溜まってない気がする。あ、最近リセットされたから多分初見だよだって。そうなんだ、リセットされたんだ。チョコまみれ美味しかったでしょ。あれめっちゃ美味しいよね。カントリーマムのチョコまみれっていうのに最近ハマってて、この前まきこさんにもあげたんですけど、めっちゃ美味しいの。食べてみて。美味しいです。結構なんかコメントとかでくれる、みんな食べたよって、見つけたから買ったよってみんなコメントしてくれる。どこのコンビニで買ったかな、どこで買ったっけ、忘れちゃった。セブンイレブンだって。セブンイレブンで買ってください。あ、薬局とかにも売ってるかも。スーパーで見たことないんだよね。薬局は、私も薬局で一回買った。チョコ買いのチョコまだ残ってます。探してみて。会社の後輩にチョコまみれ配ったら持ってたって。持ってたの？私のおかげやん。お昼寝してないです。
仕事終わらせてきました。そっかお仕事か。そっか今日金曜日だもんね。お疲れ様。さっきからねみんなね仕事と仕事中とか仕事戻るねって言ってくれて、合間に見てくれてるんですね。あ、仕事終わりました。みんなお疲れ様です。今日休みでした。カップ麺は食べないです。あんまりラーメン麺食べないんですよ。あんまりそうなの。チビチビ飲んでる。もったいないから冷やし中華食べてない。まだ今年麺別に嫌いじゃないけど食べる機会があんまりない。全然苦手じゃないですよ。全然食べれるけどあんま食べない。食べる機会がない。誰かに誘われたりとか一緒にご飯行くときに麺食べたりとかはするけど、あんまりなんか自分から食べないかも麺。なんかさ自分がさ食べたいもの分かんないんですよね。今何食べたいかなみたいな、分かんない。なんか食べたいのが分かんない時ない？自分が今何食べ、お腹空いてるけど何食べたいか分かんないみたいな。でご飯まあいっかってなる。分かってくれる人いっぱいいて優しい。わかるって。そうなんか何でもいいかなって思ったらなんか別に一回ご飯食べなくてってなっちゃう。でないでこういうのをこれ飲み食いして生活してます。分かる分かるよね。だからそういう時になんかこれ食べようとか、なんか決めてくれたら食べますってなるけど、なんか自分でご飯決めれないですよね。そう食べるタイミング逃すの分かる。めちゃくちゃ分かる。髪の毛伸びた？伸ばしてんの。夏なのに伸ばしたいし、もう長くしたすぎてエクステつけたいけど髪の毛傷むのが分かったから頑張って伸ばしてる。そうなんですよ。髪長いと確かに長いの可愛いじゃん。なんかやっぱ下ろしてるにしてしろなんか結ぶにしろやっぱ長いのが可愛いなって思うんですよね。完全に好みだけどね。好み。今は伸ばしたい気分だから成人式の前に買ったぐらいまで切ったんですけど、その時はもうめちゃくちゃ短くしたい気分で短いのが可愛い短いのが可愛いって思ってたんだけど、今は多分その反動で長い長いのがいいな。あ、画面画質悪くなった。ちょっと待って、なんか止めるといつも半目なんだけど、いつも半目で止まっちゃう。
髪長い人タイプ。いやでも好みだよね。あん時はね短いのが可愛いって思ってたんですよ。肩ぐらい。本当にずっと髪の毛切りたくて、早く切りたい早く切りたいって言ってたんだけど、今はロングにしたい。ちょっと待ってで止めました。今 Wi-Fi 切った。今は伸ばして伸ばし中。エクステはもうつけないです、よほどのことがない限り。でもあれくらいに伸ばしたい。いつも伸ばしてる途中で結局なんかやっぱいっかってなって切っちゃうから伸ばしたいです。エクステ結局ね、みんなの前でエクステつけてないもんね、一回も。なんだっけ、歌チューブとかゼロポジのロケとか形には残ったけど、映像にはね。でもみんなにはね見せれなかった。そうですね、残念。これ以上上がんないのかな。この前なんか、あ、上がった。限界だと思ってたとこから三脚がね、さらに上がることが判明した。確かにこうやって見たら伸びた。ベンマックス。だからそれくらいに伸ばせるように頑張るので待っててください。ゼロポジライブ楽しかったよ。だってえ懐かしい。あれもう1月なんだね、やば、早っ、時間経つのやばいね。一番長かった時はコケティッシュの時確か長かった。ねえ懐かしい。でも大富豪ライブは結構見返しますね、映像。リハーサルの映像だけど見返す。懐かしいなって思って見返します。まあ、リハの映像が多分あれが私の携帯の中に入ってるやつ最新なんだけど、1月のライブが最新だから見返すんだけど懐かしい。コケティッシュツインはね長くないとできない。あれ一回マサナさんの卒コンで無理やりしたんだけどめっちゃ短かった。懐かしいです。大富豪ライブの裏側、あ、放送されてないんだっけ。どうなんでしょう、放送されるのか。やばいついて、そうやったんですけど、まさなさんがどうしてもしてほしいということなのでしたんですけど、めっちゃ短かった、超短かった。
できないよもうさすがに、二十歳であの髪型できない。あの時だって14歳15歳とかですよ。中学生、中高、中学生ぐらい、そんな前だよ。コケティッシュの時はやばいです。だからできない、できない。でも生で見たことある人あんまりいないんじゃないですか。どうなんだろう。5年前、ハーフツインは結構してましたね。エコパとかでもハーフツインした。であんまり可愛い曲をやる機会がなくなってきたから、可愛い曲やる機会じゃないとやんないかも。ハーフツインとかはさすがにもう。フェティッシュツインはできないです。自分じゃできん。新しくファンになった人別に求めてないからいいんですよ。自分じゃできないんだよね。いつか、いつかします。求めてます。だってもう増えないよ。二十歳であのツインテールの新規ファンは増えません。さすがに「ツインテールの先のくるん」はあれはこう毛先をねこうやってまずコテでこうやってくるんってやるんですよ。コテとかアイロンとかでくるんってやって、これをこうするためにこうなんかね止めてた気がする。ピンで止めて、なんかねこだわりがあったの。めちゃくちゃあの時は、当時めちゃくちゃこだわりがあったんですよ。固めてたかな、でもスプレーで。なんか確かピンで留めてたの、ここか。忘れちゃった。こう結んでこうやってここをねピンで留めてた、根元を。増えないよ新規。逆に悲しくなるわ。昔やってたのに今増えたら、その同じことしてね。スプレーで固めましたよ。固まってた。懐かしいです。若さっていうのだって本当ですね。増えるかもしれないけど今はやらないです。何その話になったんだっけ。髪の毛伸ばしてるって話か。昔知らない人はぜひ調べてください。コケティッシュ状態中で調べてください。写真もう残ってないんだよね。私昔の携帯かも。残ってないな。携帯、昔の携帯に入ってる気がする。
分かんない人は検索してください。いや多分もう知ってると思う、ここにいる人はみんな、みんな知ってるよ。ハイスペックの充電器は斉藤真希子さんにいただきました。もうめちゃくちゃめちゃくちゃ使ってます。そうなんですよ。めっちゃ早い充電。めちゃくちゃ早いです。5時からショールームするよって書いたツイートにユアスさんがいいねしてくれた。たまにユアスさんいいねしてくれる。ユアスさんがいいねしてくれてた。会ってないです最近。元気かな。あーやのさ、このアイコン初期設定みたいなやつの面白いよね。めちゃくちゃ初期のやつじゃん。ここにいる？見つけた。16位いるの？めっちゃ星投げてくれてるのかな？ありがとう。ね、めっちゃ上位にいる。今日透明ってどういうこと？透明じゃないよ。全然透明じゃない。でもリップの色がなくなってきた。飲み物飲んでたから。ズーム、あれか、なんだっけ、あれだよね。でも配信でしかしたことない。私プライベートで使ったことない。みんな知ってるの？ズーム飲み会とかしてるの？やったことないんだよね、プライベートで。仕事でなんかお家なんだっけ、お家で SKE みたいなやつ、 DMM の配信やった時と、ショールームのあやめろとやったやつぐらいかな。使ったことない。
どんちゃんとズーム飲みやってる。でもいいよ、ズーム飲みじゃなくていいもん。 LINE でします。 LINE 電話で。4人しか映らないんだよね、スマホだと。ズーム飲み会とか恥ずかしくてやだって。でもすごいよね、やったことないけど LINE 飲み会。プライベートでしたこと、オンライン飲み会逃げられないから怖いだって。あ、なるほどね、終電ないから。え、そういうあれもあるんだ。大人って大変ですね。ずっと顔見て飲むから酔うらしい。そうなんだ、大変だ。私はもうこういうジュースが一番好きです。半袖珍しい。半袖あんま好きじゃないんだよね。半袖、長袖、やっぱ冬服が一番好きだから。そうなんですよ。酒飲まないです。黒珍しいかな。黒結構着てるよね私。痩せてない、全然痩せてないです。でも私も体感ね、体感痩せたかなって思ったんだけど、体重久しぶりに測ったら全然痩せてなかった。体重計乗らない人だから分かんないんですけど、全然痩せてなかったから。痩せてないよ。最近黒のイメージだったよ。体感なんか、なんていうの、体感なんて言ったらいいの、見た目、見た感じ。え、全然乗らない。なんか体重計乗って体重を見てしまうと、前も言ったことあるんだけど、なんかなんていうの、それがストレスになっちゃうからあんま乗らないようにしてるんですよ。そうなんですよ。あ、体感ってなんていうの、感じる方ね、感覚的に。でも全然痩せてなかった。あ、そう、体感、そっちの体感。縄跳びの効果別に、え、でも筋肉痛になったから多分いい運動にはなってると思うけど、ちょっと暑いよね今、外で縄跳びするの。ストレスになっちゃうから体重計は乗らない。筋トレしてます。え、めっちゃ腹筋痛くなった、一番最初に縄跳びした時ね、ちゃんとした時。めっちゃ筋肉痛になった。まずふくらはぎも筋肉痛だし、なぜか多分体幹ちゃんと飛ぶのに体幹使うのか分かんないけど、あのめちゃくちゃ腹筋下っ腹が筋肉痛になりました。2回公演って言われても体力いる。え、分かんない、1回公演もしてないから分かんないけど、でも体力なくなってないといいな。
飛びね。運動するイメージないって。確かに運動嫌いだからかな。筋トレはしてます。シュリさんとインスタコラボしてね、したい。元気かな。じゃあね、だってマイコさん後で遊びに行きますね。じゃあ配信、じゃあね、だって。マイコさんも今から配信ね始めるらしい。ね、もう1時間ぐらい、気づいたらなんかショールームとか、気づいたらめちゃくちゃやってる。何分ぐらい、今日は決めてないです。それマイコさん初見でも、なんかリセットされたらしいですよ。ダンスの筋肉の準備って何？伸びろ。ちょっと飲み物すぐ飲むけど、リップ塗ろう。口に色がなさすぎる。何色にしようかしら。今日はなんかね、ピンク系塗ったんですよね。リップつけたらストローにつく。めっちゃピンクだけど、そんなピンクじゃないから安心して。唇に色ないとバブいって。これ伸ばして重ね塗りします。可愛いよねこれ。ピンク最近してなかったんだけど、めっちゃピンクだよね。めっちゃピンクです。どこのですか？これはね、ウィッチズポーチ、ウィッチズポーチ S の9番がさっきの一番最初に乗った、めっちゃ青みピンクね。で2個目に乗ったのがシャネルの90番。これはもらい物です。プレゼントでもらいました。ピンク全然つけなかった。最近はもう赤にブラウンとか赤とか赤系ばっかだった。ピンクはあんまつけなかったんだけど、
一時期めっちゃコーラルピンクにハマってたんだけど、コーラルピンク最近してなかった。コーラルピンクがね好きな人はねこれがおすすめ。 RMK のグロスコーラルピンク07番、これは私がコーラルピンクにめちゃくちゃハマってた時に、エタ番組とかに出る時にいつもメイクしてくれる、そうメイクさんが使ってくれて、それで気に入って自分でも買ったやつ、かわいい。でもグロス踊ってる時に、歌番組はまああんま顔動かさないけどからつけれるんだけど、公演とかはあんまねつけれない、向いてない。濃いめのリップ、赤系は好きで塗るけど、あんまピンクの濃いめはあんま塗らないかもしれない。でもこれはめっちゃピンク。最近は私が好きな可愛い女の子がいるんですけど、なんかめっちゃなんて言ったんだろう、青みピンク、もうなんかそういうなんて言葉に表したらいいか分かんないんだけど、そういうなんか色素薄い感じのピンクがめっちゃ似合う女の子で、可愛いと思って真似してピンクにしたりとか、目もうブラウンやめたいとかそういう感じ。誰だろう、誰だと思う。彼女のリップあげるの楽しい。めっちゃいい彼氏じゃん、絶対嬉しいと思う彼女さん。メンバーじゃないです、メンバーじゃない、私の好きな人。こんばんは。眠くなってきた。あんまさ家にいるとさ喋んないからさ、こうやって喋ると眠くなっちゃう。寝ないけど眠たいです。人と喋んないから喋んのなんか下手になったの、それ片言になる。すごい、わかる？家族と喋れますよ、日中。日中ね、一人でいると喋んないから。うん、あるあるってみんな言ってる。確かに。いいリハビリですね、ショールームは。寝る前ラジオ配信、寝ちゃう。前髪の櫛はずっと同じの使ってんの、ずっと同じ櫛を買い替えてます、新しいのに何回も。
お洋服の好きなブランド、最近服買ってないな。買ってないです。なんかなかなか踏み切れない。この服着る機会あるかな、買ってもとか考えちゃう最近は。だからま服は買ってないです。今買ってもまあ来年着れるでしょとか思ってもさ、来年好み変わってたりとかさ、なんかあるじゃん。お洋服送ったら着てく、めちゃくちゃ着る、嬉しい。お洋服のプレゼント全然着ます、めちゃくちゃ着る。そうだから今は、まあ、無駄なお金は使わないようにしている。結構好み変わるからな。だから去年着なかった服とかをなんか急に着たりとか、めっちゃ前の服とか着たりとか、なんかそういうなんかあるから、自分の中のね好みが、年とかその年とか時期とかによって。だからそう、服はあんまり捨てれないんだけど、1年だったらもう着ないの。なんかそのなんていうの、気分ですかね。飽きちゃう時もあるし、でも全然着る服もあるし、今年着なかったけどなんか来年急に気が変わってきてたりとかもするかも。そういう感じ。洋服めっちゃありますね。すごい、みんななんかプレゼントしたいって、優しい。でもやっぱさ、人がさ似合いそうって言って選んでくれる服もさ、結局なんていうの、人からの意見ってめちゃくちゃ大事じゃないですか。自分ってもう自分が好きなものしか着れないけどさ、人からなんかなんて言うんですか、これ似合うよって、こっちの方がいいよとか言われて決めるのもいいよね。ゼラピケのスヌーピーコラボ、あー可愛いよね。自分では買ってないけど母の日にプレゼントしました、ゼラピケのスヌーピーのパジャマ。やっぱゼラピケとかは可愛いからプレゼントにいいよね。私も結構ファンの方からゼラピケのパジャマとかはプレゼントしていただいて、めちゃくちゃ着てるんですけど、母の日にあげました。可愛いよね、ゼラピケ、うん、1歳の姪っ子にプレゼントして、可愛い、絶対可愛いじゃん。ちっちゃい子が着るゼラピケってめちゃくちゃ可愛いよね。まだあのサイズ感が可愛いよね。いいですね、絶対嬉しいよな、ゼラピケなんてもらったら。父の日何プレゼントしよう、靴かな、スニーカーかな。まだ買ってないけど、でもこの前家族に生誕 T シャツ配った、配布したから着てくれてる。
何でもない日のプレゼントだけど。それ配布したみんなで、昨日とか妹が着てました、家で生誕 T シャツ。私も着てる、めちゃくちゃ。この前ツイッターに載せたけど配布した、着てくれてみんな優しい。まあ家だからね、いいですよね、自分の娘の顔の描いた T シャツ着ててもみんな着てます。え、なんか今年めっちゃもらえたんだよね。6枚ぐらいもらって、うち5人家族だから1枚余るから、ももちゃんにあげようと思ってます。さっきも言ったんだけど、そうあげた。うん。どんちゃん、どんちゃん会いたいな。どんちゃん何してるかな。どんちゃん元気。どんちゃん元気かな。誰がどんちゃんか分かんない。え、なんかサイズが違うんですよ。なんかそのサイズ違いでいっぱい6枚ぐらいもらったから、みんなサイズ違うからね、大丈夫。誰のか分かんなくなんない。そうなんです。そうだね、サイズが増えたからね。私が一番でかいの着てる、 XXL 着てます。ツイッターのスタイ写真のT シャツ XXL。 ほんとワンピース、めっちゃワンピース、 T シャツワンピって感じ。私は大きいのが良かったから大きいのを自分用にしました。そう、そう、その次に大きいのパパにあげた。もう1時間15分もやってた。全然何喋ろうね。確かにもいっこさんの配信見なきゃ。もいっこさんどれくらいやるんだろう。最後に即世タイム、まきこさん、話しつきてきた。え、全然話して、話すお題があれば全然しゃべれる。ただちょっと眠たいから頭は回ってない。
ゲームやってない。沖縄行きたい。沖縄暑そう、めっちゃ暑そう。今日何時に起きたかな、わかんない、忘れた。でも昼まで寝ることはないですね、まずない。眠たそう、顔だって眠たそうな顔してる。大富豪するときはいつもメールでお知らせしてます。ゆなちゃんのメール、メール取ってください。メールね、ルキ一緒に行ったみっちゃんに、え、みっちゃん、みっちゃん普通におしゃべりしますよ。やっぱ鉄なで一緒に出てた時もあったから、それで普通におしゃべりします。でもほんとあれ以来ぐらい会ってない、全然会ってない。マイコさん配信覗いたら外人さんにプリティって言われて喜んでた。かわいい、面白い。マイコさんかわいい。めっちゃ面白いじゃん。マイコさんにも会いたいな。インスタコラボね、しますね。まいこさん誘うっていうかやりますね。まいこさんの部屋の壁紙がおしゃれだったんだって。気になるな、気になる。磯さんとのリベンジ、え、京香さんのあのお家の電波の調子はどうなんですかね。全然あの全然あれです、したいです。私も遊びに行ったことあるよ、まいこさんちは。まいこさんちはあります、遊びに行ったこと。カラオケにありそうな壁紙どんな、気になる。でもなんかどうなんだろうね、見たことある壁かな私が。めっちゃ花柄、え、何、気になる。何時までしよう。あ、テーブルクロスを壁紙にしてるんだって。今日の洋服はメリージェニーです。メリージェニー去年買ったかな、確か。
店頭で買ったかな、あれ忘れた、ゾゾタウンだったかも、もしかしたら店頭で買ったかな、忘れた。忘れました。ゾゾタウンが今日からセールだね。え、そうなんだ。こまめに見てお気に入りで押してはいるんだけど、なかなかカートには入れません。メリージェニー可愛かったな、夏服。でも買ってな、メリージェニーね。あ、靴、サンダル欲しい、今サンダル欲しいんですよね。え、わかる。お気に入り、お気に入り欄めちゃくちゃある。でも気づいたら売り切れになってない、そういうのって。そうなんだよね、なかなか買うタイミングが、買うタイミングが分からずそのままにしている。すぐ売り切れるって。値段上がったりする。サンダル欲しい、いい感じのサンダルが欲しいです。なんか欲しいものはたくさんあるんですよ。欲しいものはいっぱいありすぎている。でも意外とね、慎重だから、自分で言うんだけど意外と慎重派だから、お金使うことに対してね。だからずっと悩む。財布も買い替えたいってずっと思ってるし、サンダルも欲しいでしょ、洋服も欲しいし、で悩むと結局全部買わないよね。そうなんです、慎重なのはいいことだよ。だってお金っていくらあっても足りないよね。まあ確かに。いや、めっちゃ超慎重。そう、迷ってあげく買わないの、結局買わない。そうなんだよね。もちろんなんかお店とか行って、なんか衝動的に、え、この服めっちゃ可愛いやんって思って買うのも大事なんですよ、私的にはね。そういうなんかときめきを大事にした方がいいって思ってるから、なんかピンときたやつは、でもちゃんと試着とかはする、試着とかして買ったりはするんだけど、めちゃくちゃ悩みますね。ウィンドウショッピング、なんかパルコとかたまに行くんですけど、買い物するときはまず下から 見ていくんですよ。買わずにね、買わずに見て回って上まで行って、なんかさ、似たようなやつが上の階で安くてこっちの方がいいじゃんって思ったりするかもしれないから、一回こうやって何も買わずこうやって下から上まで見て、でもう一回降りてくるときに買うっていう買い方してます。え、めっちゃわかる。そうやって買っちゃう。ショッピングモールとかそう買います。
めっちゃぐる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 回る。だから一人で買い物は一人で行く方が好き。絶対振り回しちゃうから。そうなんですよ。あんまメンバーと買い物行ったことないかも。買い物したことない。多分振り回されたい人多数本当？まんべんなく見ます。買い物したことないかもメンバーと。何時間ぐらい買い物するの？わかんない。時と場合による。荷物持ち？買い物あんま行ったことないな。店員さんにまた来たって言われて、絶対漏れてる、漏れてると思う。でもしょうがない、それくらい慎重に慎重にね。買い物あるある。あるあるですね。イヤホンしてみてもらう。私イヤホンしてさ、曲流してるとなんか気が散っちゃうんですよね。集中できない、服に服にね、集中できない。もぐさん誕生日よね。まだもうちょっと先なの。早めに、早めの誕生日プレゼント、まだです。もうちょい先。香水使ってない、香水使ってないです。前髪いい感じ。ほんと量増やしたんだよね。それがイヤホンはフェイクなんです。あ、なるほどね。音楽聴いてますよっていうフェイクね。なるほど。今何時何分ですか？携帯見ればいいんだけどさ。もう氷なくなった。めっちゃ減ったよ。あ、じゃあ何分までやろう。35分までやって、真彦さんのとこ行ってちょっと見てインスタライブします。あと3分、あと3分やります。え、もうめちゃくちゃ味薄い、氷で溶けちゃって。まいこさんとこ
まあ、1時間以上やったのでね、1時間半ぐらい。まいこさんテンションおかしいって。わかんない、インスタライブいつからやろう。まきこさんのショールーム次第。梅で遊んでる？ご飯食べない、ご飯お腹空いてない。みんなは食べながらか、食べてからぜひ遊びに来てください。7時過ぎぐらいかな、やるとしてもインスタライブ。飲み方イケメンだって肘ついてたから、こっちの台に。え、まきこさん配信終わる？まあ終わったら終わったで。配信終わるんだ。じゃあまた今度かな。ちょっとまきこさんと相談してみますね、インスタライブいつやるか。イケメンだけど中身は。あ、確かにマイコさんパッション 4U やってるからか。終わってからの方がいいですね、きっとイベントがね。また知らせるので、ちゃんとその時に見てください。うん、35分になった。多分7時過ぎぐらいからにしよっかな。インスタライブまたするので見てください。バイバーイ。あ、そうだ、あれがあるんだった、時差が。ちょっと手振ってから読めないと。バイバーイ。